これまで以上に難しい作戦になりそうです。気を抜かず頑張りましょう。背中は預けたぞ。空気ここちょっと動いてる。
兄貴、なんだよ話って。キースまで呼び出して。まあいいから座れよ。たまには兄弟三人水入らずで話そうって思ってな。なんだよ改まって。こうなったらもう従うしかないよ、ニール兄ちゃん。俺も実験の途中なのに引っ張り出されてきたんだ。そういうこった。諦めて兄に従え、我が弟たちよ。やれやれ。なるほどな、お前もいろいろあったんだな。まあな、みんな死んじまった。兄貴、俺も聞いていいか。夢？ユーゴが言っていた、お前たちハウンドには夢があるって。ああ、その話か。俺たちはな、港を作るんだ。港？エイジやゴッドイーター、どんな生まれや育ちでも関係なく、みんなが自分の意志に従って生きられる、そんな港だよ。すげえだろ？楽しみだろ？何笑ってんだよ。いや、あんまり壮大すぎるからさ。それがお前たちの夢か。ニール、俺たちは本気だ。いくらお前でもそれを笑うことは許さねえ。違うよ兄貴、違うんだ。笑ってるのはさ、嬉しかったんだ。お？俺たち赤の女王にも夢はあった。エイジを救い、幸せになるための夢が。もしかしたら見ていた場所は同じだったのかもしれない。そうかもな。けど、それなら余計にだ。この計画は分が悪すぎる。今すぐ降りるべきだ。ニール兄ちゃん。死んだら終わりだ。どんな夢も希望も。俺は誰よりそれを分かってる。そうだな、死んじまったらそこで終わりだ、誰だってな。だけどなニール、俺たちの夢は終わらねえ。たとえ誰かが倒れたとしても、倒れた奴の意志を背負って諦めずに進んでいく。これまでだってそうやって進んできたんだ。だから終わらねえ、絶対に。ジーク兄ちゃんの言ってること、ちょっと暑苦しいけどその通りなんだ。俺たちはたくさんの思いを背負って、それを力に変えてきた。今のところはまだ完全にお手上げだけどね。そんな簡単に攻略法なんて見つかんないよな。兄貴、キース、お前を無理に巻き込むつもりはないんだ。お前はお前の意志に従って進めばいい。道はどっかで繋がってるもんだ。俺たちがこうやって再会できたみたいにな。まあ何にしても久々に話せてよかった。よし、話はここら辺にして回覧種対策考えるか。ギス、さっさと研究に戻れ。解散。なんだよ急に。
もう相変わらず勝手なんだから。俺の意志。
行動を始めてください。ビクトリアスの名にかけて。準備はいいですか？出ましょう。背中の激鱗を破壊すると一気に活性化します。注意して。いつぜは世話になった。礼をしておる。随分と楽をさせてもらった。戦場の匂いは変わらないな。イルダさんのネイル、どこのメーカーなのかな。あ、ごめんなさい。お疲れ様です。落ちろ。エリア情報の送信を開始。サポートは任せてください。みんな油断するな。行ってきます。射撃の的には最適ですね。アインさん、非討伐対象の荒神と接触。迎撃開始。ああ。
ションのアラバリと接触。光線開始。ああ
すぎたか。回復の優先を。ハウンドワン、バースト、残りわずかです。エンゲージ、終了しました。もう大丈夫だよ。エンゲージ。周辺を回遊している模様です。分かった、直ちにペニーウォートへと向かう。準備を頼む、エイミー。あ、はい、すぐに取り掛かります。カイランシャアラガミ、見つかったらしいね。もちろん、先輩たちを手ぶらでは行かさないよ。ここ数日の徹夜の成果、なんとか形になったんだ。先日の戦闘記録とオラクル反応を照らし合わせて、奴が行う海域への干渉を中和する方法を考えた。奴が生み出す海域の異常活性を中和、抑制する新しいグレネード、名付けて対回乱種戦術だ。発案したのはアインさんだけどね。すげえよ、一回の戦闘で基礎理論を思いつくんだから。とまあレシピは出来上がったんだけど、まだ完成させるための素材が足りなくて。そんなわけだからさ、回乱種との戦いまでに揃えてほしいんだ。細かいことはエイミーに伝えておいたから、あとはよろしく。
完了。各員、作戦行動を開始。必ず帰ってきてくださいね。よし、出よう。気負わなくていい。
取れるほどの戦いでした。
域に異常はありません。作戦行動を始めてください。気負わなくていい。行ってきます。楽をさせてもらった。お家帰ろう。回収ポイントの確認もお忘れなく。
私の夕飯のおかず一つあげちゃいます。